メインホーマー、マカオガイドの椿です。今日はドンキホーテマカオ1号店がオープンするということで、オープニングに呼んでいただきました。イエーイ。日本でも人気のドンキホーテ、マカオではドンドンドンキという名前なんですよね。ドンキホーテ海外にもお店を展開してます。香港にはすでに8店舗、それから台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、それからアメリカにもお店があります。マカオは初めてのお店、1店舗目となります。ここはですね、なんと1776平米、かなり大きいですね。しかも24時間営業です。本物の日本をコンセプトにしています。ジャパンスペシャリティストアということで、日本で作ったもの、メイドインジャパンのもの、それからまあ日本でプロデュースしたもの、これだけを取り扱っているリトルジャパン、それがマカオに誕生するということで、地元の人もとっても楽しみにしています。香港マカオの方、日本大好きですからね、日本旅行好きな方多いので、ここも長蛇の列、大人気になること間違いなしですね。今までマカオの人が見たこともなかったような商品、それから日本でしか買えなかった商品がここドンキで買えるということで、とても話題を呼んでいます。香港ではすでに大人気のドンキ、日本のドンキとはちょっと品揃えが違って、食品が多いという情報を聞いておりました。マカオでももちろん日本の食品、食材たくさんあるでしょうね。オープンキッチンで熱々の商品を提供してくれるそうです。それから屋台もいろいろとあるそうです。例えば焼き芋、日本でもドンキの焼き芋人気ですよね。それからコロッケとかね、そういったものもあるそうです。楽しみにしたいと思います。日本の食品をはじめ、化粧品、雑貨、アニメグッズ、フィギュアとかね、それからペットグッズ、ペット飼ってる人には嬉しいですよね。いろいろと見てみたいと思います。では早速行ってみよう。場所は愛知県と言います。マカオ半島北部で中国との国境関門に近いローカルエリアですね。売り場は1階のみですが、面積がかなり大きいです。さあ、では早速お店の中へ入ってみましょう。入ってすぐは化粧品と駄菓子のコーナーです。入ってすぐのところに売り場の地図が掲示してあります。ドンキオリジナルのドンペン君がパッケージに描かれたお菓子もたくさんあるんですが、中でも目を引くのがこの珍味、また大きいサイズが嬉しいですよね。そしてマカオでも鬼滅、とっても人気があります。たくさんありすぎてどれから見ていいのかわからないのは日本もマカオも同じですね。マカオのドンキ、意外と通路が広くてジャングル感が少ないですね。さあ、ここからはカップラーメンのエリアです。マカオ限定の商品もたくさんあります。福岡の棒ラーメンもいろんな種類があってとても嬉しいです。マカオの人結構日本のカップラーメン好きですよね。人気の一蘭の商品もたくさんあります。さあ、ここからは化粧品を紹介します。注目はソフィーナの商品ですね。これまでヤオハンに行って買ってました。私のおすすめはこのロングキープベース UV 化粧下地です。ピターッとくっついて汗をかいても崩れないので、夏場の街歩きに欠かせません。このあたりはマカオのドラッグストアでもおなじみのブランドですね。メイク崩れ防止ミストもありました。人気のプチプラ基礎化粧品もたくさんあります。メイク好きにはたまらない神アイテムも多数取り揃えているようです。繊細な色合いのアイシャドウや立体パフなど、かゆいところに手が届きます。カラコンもドンキで手軽に手に入ります。今となっては欠かせないマスク、こちらも安心の日本製です。この一角は松本清みたいですね。目薬とか爪切り、それから
龍角散とか青汁とかそういったものがいろいろと置いてあります。これまでなかなか手に入らなかった日本のベビーフードも嬉しいです。こちらはヘアカラーですね。マカオで見つけることができなかったカラートリートメントも種類豊富に取り揃えてあります。マカオの人になぜか人気の歯磨きグッズ、歯ブラシもたくさんあります。こちらはちょっとしたコスプレやパーティーグッズですね。残念ながら18禁のアイテムは見当たりませんでした。柴犬かわいいですね。こちらはドンペンくんとペンコちゃんのグッズです。ぬいぐるみの他に目覚まし時計とかスリッパとかいろんなグッズを取り揃えてあります。小さいですがおもちゃのコーナーもありました。人気のポケモンにベイブレード、恐竜や動物、トミカ、プラレール、それからリカちゃん人形にフィギュアですね。鬼滅のフィギュアやぬいぐるみもたくさんあります。マカオでもすごい人気ですね。こちらはリゼロのレムちゃんのグッズ、人気があるんですね。呪術廻戦もありますね。こちらには流しそうめんができるおもちゃ、マカオ初上陸です。さあではまだまだ奥に進んでいきますよ。こちらは人気の面白ソックスですね。こっちの人好きですよね。私もお土産でもらったことあります。こちらには姿勢矯正グッズやストレッチ、トレーニングに使える雑貨がたくさんあります。ではここからまた食品に戻ってご紹介していきましょう。日本産のお米ですね。それからふりかけ、乾麺もたくさんあります。ヤオハンにもいろいろ置いてますが、ここまで種類と数が多いのはドンキの他にないですね。調味料もいろんなものが揃えてあります。レトルト商品もたくさんあるので、日本の味が恋しくなったらここに来れば安心です。こういうご飯のお供も嬉しいですね。日本に帰った時にこういうの欲しいなと思っても、重さがネックでなかなか買えなかったんですが、今日はこの鮭フレークと海苔の佃煮買って帰りたいと思います。ここから生鮮食品売り場です。高級フルーツ一房600パタカ8400円のブドウ、綺麗ですね。美味しそう。桃のいい香りがマスク越しに漂ってきます。日本直輸入の新鮮なお野菜も話題です。本物のわさび、マカオでは見たことありません。豆苗もマカオでは初めて見ました。これまでマカオで買えなかったお野菜が手に入るのも嬉しいですね。ここからシーフードです。大きな金目鯛、ツヤツヤですね。海鮮のおすすめナンバーワンはマグロ、トロなんかもあります。続いてウニ、そしてホタテだそうです。お寿司もここで握ったものがすぐ出てきます。そしてこちらがお肉コーナー。和牛の美味しさ、マカオの人みんなよく知ってますからね。私たち日本人にとって嬉しいのは牛肉、豚肉の薄切り、こちらが豊富なことですね。お肉もとっても綺麗です。焼肉セットもありました。さあここからはお酒コーナーです。お酒もいろんな種類が置いてあります。お酒が好きな方はぜひくまなくチェックしてみてください。今夜はパーティーだというポップがついてます。ちょっといいウイスキーや日本酒も揃えてます。
獺祭、久保田、越の神梅、有名どころが並んでます。私が推したいのはこちらの発泡日本酒コーナーですね。マカオでここまで発泡日本酒の品揃えがあるのはさすがです。私発泡日本酒大好きなんですよね。今日はこちらを買って帰ります。酎ハイからビールまで日本産のものがたくさんあります。こちらは甘いお酒ですね。女子におすすめです。要チェックですよ。こちらでは桃のお酒が特集してあります。美味しそうですね。マカオではこれまでこんなにたくさんの種類の桃のお酒見たことなかったです。今日はこれを買って帰ります。こちらはお惣菜コーナーです。お店で作った日本のお惣菜がたくさんあります。手作りドーナツ、ポンデリング嬉しいですね。その他ベーグル、たい焼きなんかもあります。こちらにはケーキも並んでます。お惣菜コーナーのお隣にはキッチングッズ、ペットグッズがあります。チャオチュールがいろんな種類あります。ペットグッズは猫ちゃん用とワンちゃん用のおやつがメインです。雑貨はリードとワンちゃん用の浴衣がちょっとあったぐらいですね。さあどんどん奥に進みましょう。こちらは冷凍食品コーナーですね。回転焼きにたい焼き、藁に入った立派な納豆も冷凍で手に入ります。こちらはマカオドンキ限定のエコバッグです。世界遺産やマカオグランプリ、標識などマカオらしいデザインのものが揃います。レジはなんと50台以上あるので混雑する時でも安心です。アプリでお得な会員になれますよ。サッカー台もたくさんあります。自分で荷物を詰めましょう。マカオではこれまで見なかった電子レンジ、そして持ち帰り用の氷があるので、すぐに食べたい時も持ち帰りまで時間がある時も安心です。レジの後には屋台コーナーがあります。何食べようかな。アイスクリームをいただいてみます。これが15ドルですね。約200円ぐらい。美味しい。ミルクの味が濃厚です。他のお店では食べられない味ですね。おすすめです。今日は350パタか 4,000円ぐらい使いました。化粧品とお酒、それから食べ物ですね。しばらくはお店混雑すると思いますが、コロナ対策で入場制限があるので密にならずにお買い物できます。はい、この動画が面白かった、役に立ったと思ったらいいねボタンとコメントで応援してくださいね。動画は毎週更新しています。ぜひチャンネル登録して新しい動画をチェックしてください。マカオに興味が出てきたらオンラインツアーを開催しています。一緒にマカオの街を歩きましょう。ブログや SNS ではマカオの最新情報、マカオの文化などを紹介しています。ぜひチェックしてくださいね。ゆからまーんならね。バイバーイ。どん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 don't do it.